これですね。ここはよかった。元日の地震で敷地内の配管が損傷し漏水が続く七尾市内の住宅。能登ではこうした住宅が多く残されていますが、地元業者に修理の依頼が殺到し長い順番待ちが発生しているのが現状です。いや本当昔だと本当6000円7000円で住んでたとこがどん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 、まあ、9000円台にあって、で先月1万超えちゃったんで、これはちょっとまずいなっていうので。こうした中昨日訪れたのは、お疲れ様です。おはようございます。お願いします。はい、はい、すいません。地元七尾市の業者ではなく白山市の業者です。本来地元から離れた遠方の業者は出張費が発生し修理費用が割高となりますが、県では今月からその出張費を補助する制度を新設しています。修理の順番待ちを解消するため遠方の業者を活用してもらおうと新設した制度で、対象は七尾市以北にある6つの市町となっています。やっぱり七尾市の業者さんだとやっぱりどうしても手が回らないということで、こういう制度が始まったということで、はい、ありがたく使わせてもらいました。早速始まった水道管の修繕工事。コンクリートを剥がしていくと、あった、これや、あー、どんくちゃや、水が漏れている箇所が見つかりました。そして工事開始からおよそ6時間後、はい、止まりました。ありがとうございます。元日の地震から続いていた水漏れがようやく止まりました。助かりましたよ、本当に嬉しいです。こんなにすぐ来てくれるってありがたいですよね。できる限りやることをやるのみといいますか、できる範囲で頑張ろうかなとは思いますけど、はい、県では地元以外の業者を紹介する電話の受付窓口を設置しています。電話番号は0120-055-122で、土日祝日を除く朝9時から夕方5時まで受け付けています。